これから音を聞いてください音がよく聞こえないときは手を挙げてください「天気がいいから散歩しましょう」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  2021年第2回日本語能力試験懲戒 N1 これから N1 の懲戒試験を始めます問題用紙にメモを取っても構いません問題用紙を開けてください問題用紙のページがないときは手を挙げてください問題がよく見えない時も手を挙げてください いつでもいいです。問題一。問題一では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて。問題用紙の一から四の中から。最も良いものを。一つ選んでください。では。 始めます。一番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人は最初に何をしなければなりませんか。ちょっと吉田さん。はい。十時からの会議のことなんだけどね。今社長から連絡があって。一時間ほど遅れるそうなんだよ。 そうですか。では、十一時からに変更しますか？先方の田中電機に急いで連絡しましょうか。いや、もう間に合わないだろう。それで、時間つなぎをしようかと思っているんだけどね。はい、まず、課長に急いで連絡して、あの、ほら、例の調査の結果を報告してくれるように言ってくれる。はい、それで、君は、その資料を課長からもらって。 急いでコピーしてくれるかなわかりましたそれからあそうだ会議室は延長できるはずだけど念のために空き状況をチェックしておいてくれるかなあコピーが終わってからでいいよわかりましたでは手配が整いましたらまたご報告します悪いねじゃあよろしく女の人は最初に「 何をしなければなりませんか。二番。大学で女の学生と男の学生が話しています。女の学生は、研究計画書の何を直しますか。 先輩おはようとといお渡しした大学院受験のための研究計画書読んでもらえましたかうん僕がいる教育学研究科の収支を受けるんだよねこの計画書をなかなかよく書けてたよ必要な先行研究が抑えられてるねそうですか計画書の後半で研究の成果を教育の現場にどう生かしたいかもきちんと述べられていたしはい 研究の方法も具体的でかかりやすかったよただ冒頭の部分なんだけど研究に取り組もうと思った動機とか背景はしっかり書かれてるんだけど目的がなかなか出てこないから分かりにくかったんだよね最初に書いた方が明確に示せるんじゃないかなあはいそうしてみますありがとうございました 女の学生は研究計画書の何を直しますか。三番。研究室でリーダーが研究員に開発中の洗剤について話しています。 研究員は洗剤をどのように改良しますか皆さん開発中の粉末洗濯洗剤ですが2回目の試作品の使用調査結果が出ました前回は香りが強すぎる洗剤が溶けずに残った洗浄力が弱いという指摘がありましたそれで成分を調整しましたが香りについては強いというコメントがまだ多くついてしまいました 洗剤が溶けない洗浄力が弱いという指摘は今回はなかったです仕上がりの柔らかさについては肯定的な意見をもらうことができました引き続き改良が必要なのは一点のみに絞られました次の調査に向けて取り組んでいきましょう研究員は洗剤をどのように改良しますか 4番電話で女の人と男の人が話しています女の人はこの後まず何をしなければなりませんかあのすみません4月から御社に入社します山本と申しますが送っていただいた書類について確認したいことがありましてお電話いたしましたああはい山本さんですねどのようなご要件ですか あの受け取った封筒に契約書が2部入っていたんですがあそれはサインした後両方返送してくださいはいあと給料の振込先なんですが指定の銀行はありますか緑銀行の口座しか持ってないんですが口座はご本人名義のものならどこでも結構ですよわかりましたあともう1点交通費の申請用紙と住所届も入っていましたが 実は、近々引っ越ししを予定してるんです。ただ決まるまでに少し時間がかかりそうで入社までには決まると思いますそうですかでは新しい住所が決まり次第すぐにご提出くださいはいお忙しいところありがとうございました女の人はこのあとまず何をしなければなりませんか 5番女の人と引っ越し会社の人が話しています女の人は引っ越しの日までに何をしておかなければなりませんかじゃあ荷物がたくさんありますけど当日よろしくお願いしますねはいお任せください食器棚やタンスなどの家具は当日丸ごと梱包いたしまして運ばせていただきますねはい中に入ってるものはどうしたらいいですかあお皿につきましては 私どもの方でシートに包んで箱に詰めさせていただきます。衣類の方は本日箱をお持ちしましたので、あらかじめそちらに移しておいてください。はい、わかりました。それからあと、パソコンははい。お客様はパソコン安心サービスを申し込まれていますので、当日専門スタッフがしっかり梱包いたします。データのバックアップにつきましても、お客様の立ち会いのもと取らせていただきます。ああ、そうですか。 女の人は、引っ越しの日までに何をしておかなければなりませんか。六番医療機器の会社で、男の社員と課長が新製品の提案書について話しています。 男の人は新製品の提案書をどのように直しますか課長山川病院への提案書に目を通していただけましたか今度新製品の手術ロボットを売り込む際に見せるものですああ手術用の医療ロボットを買い替えてもらうための提案書ですねうん製品の性能についてかなり詳しく書かれてるんですけどこれはパンフレットにも同じ内容が書かれていますよね ああそうですね重複する部分は削除しましょう病院の先生にも忙しい中目を通してもらうわけですからはいあの他社の製品との違いが明確に示せてるか少し心配なんですけどそこのところはデータを使ってうまく説明できているからいいと思いますよあと購入後のサポート体制についてもアピールできてますねよかったです導入に伴う費用の内訳も書いたんですが 細かかすぎるでしょうか必要な情報だからこのままでいきましょうはい男の人は新製品の提案書をどのように直しますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 1一番八百屋の店長と店の人が落書きの対策について話しています店長はどんな対策を提案しますか 最近深夜に商店街のシャッターに落書きされる被害が続いててそれで明日商店街の集まりで対策案を出すことになってるんだこれまで商店街の人たちで夜間の見回りをしてきたけど効果がないからねなんかいい案ないそうですね商店街の防犯カメラの数を増やせたらいいですよね夜中人が見回るには限界がありますし僕もそう思って設置費用を調べたんだけど かなりの金額になるから提案しにくいんだあああとはシャッターに近づけないように夜店の前に柵を置いてみるのもいいかなそれも効果ありそうですねあ、そういえばどこかの商店街で美術大学の学生さんにシャッター一面に大きな絵を描いてもらったら落書きがピタッと収まったって聞いたことがありますよ面白いね芸術的な絵の上には落書きしにくいってことか 話題になって集客につながるかもしれないし明日はそれを提案してみるよ柵は毎日設置しなきゃいけないってなるとお年寄りがやってるお店なんかだと大変だろうし店長はどんな対策を提案しますか 2>, 2番大学の授業で先生が話しています先生は外国語をマスターするのに最も重要なことは何だと言っていますか 外国語を習得、マスターするのに最も大切なことは何だと思いますか外国へ行ってそこで生活するのが一番だという人や、その国の友達を作ればいいという人が多いですね。でも、外国語がうまくなる薬が外国に落ちているわけではありません。外国で暮らしていても、ただなんとなく過ごしているだけでは外国語の力は身につきません。 言葉を一つ一つ覚えていくという地道な積み重ねなしに、外国語が流暢になるなんてことはないのです。一人でも、友達と一緒でも構いません。日々勉強に励んでいる人の方が、はるかに早く外国語が身につけられるでしょう。外国語をマスターするのに、最も重要なことは何だと言っていますか 3番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人は男の人の会議の進め方は何が良くなかったと言っていますか 山下さんさっきの本社との合同会議私の進め方はどうでしたうんできるだけ全体を見渡して進めようとしてたし緊張してたみたいだけど早口になることもなかったしただ上田課長の発言をああ私が課長の話を途中で遮っちゃったような気がして気になってたんですえそうだった全然気づかなかったけどそうじゃなくて私が言いたいのは 課長の話の中に論点が三つ四つあったでしょそれを、今の課長のお話について何かご意見はってみんなに聞くのは、ちょっと乱暴じゃないどの論点に対して意見を言えばいいのか、みんな困ってたと思うよ。ああ、すみません。気づきませんでした。あと、私が気になっているのは会議の最後なんですが、多少強引でも話をまとめて結論を出すべきだったんじゃないかって。 まとまるならそれでもいいけど、無理やり結論を出すのもなんだし、あれでよかったんじゃない女の人は、男の人の会議の進め方は何が良くなかったと言っていますか 4番ラジオでレポーターと女の人が子供に食事を提供する食堂について話していますこの活動における今の課題は何ですか今の課題です 今日は子供のための食堂を運営している NPO の代表木村さんにお話を伺いますこちらの食堂では両親が共働きで夜遅くまで子供だけで家にいるなど事情があって親と食事を取れない子供たちに無料で食事を提供していらっしゃいます、えー、木村さん運営する上で様々なご苦労があると思いますがええ当初一番の課題は運営にかかる費用でしたが 自治体の助成金や地元企業からの寄付もあり今は軌道に乗りました場所も地元の方からこちらの場所をご紹介いただきました十分な広さもあり子どもたちがたくさん集まることができるのでありがたいですそうですか地元のご協力があってということですねええスタッフは地元のボランティアの大学生が中心です皆さん積極的に動いてくれますが 人数が十分とは言えないため、一人一人に負担がかかってしまい、そこを何とかしたいと思っているんです。そうなんですか。週末は子供たちだけじゃなく、お父さんやお母さんも一緒にいらっしゃって賑やかなんですよ。皆さんの力をお借りしながら、これからもこの活動を続けていきたいと思います。この活動における今の課題は何ですか 5番男の人と女の人が話しています。女の人の町ではどうしてゴミの分別基準が変わりましたか 学校のゴミ箱って燃えるゴミ燃えないゴミ瓶缶って分かれてるんだけどこの分け方分かりにくいよねお弁当のパックとかどっちなんだろうね何が燃えるゴミかっていう基準は街によよ。って違うらしいよ私の住んでいる町では今まで燃えないゴミだった CD やビデオテープが最近燃えるゴミになっちゃったのえ急に変わったりするのねえ 私もびっくりしちゃったなんかねゴミを焼却する施設が良くなったらしいのよへえ燃えないゴミを埋め立てる場所もだんだんなくなってきてるっていうし燃やせるならその方がいいよね最近はリサイクルの法律もできたし人の意識も変わってきてるんじゃないかなゴミを出さないようにするとか余計なものを買わないとかそうだねまずは 自分たちのゴミから減らさなくちゃね女の人の町ではどうしてゴミの分別基準が変わりましたか 喫茶店で女の人と男の人が話しています。女の人は今の自分にとっては何が幸せだと言っていますか女の人です。 最近姉に子供が生まれて家族との時間が一番幸せって言ってるんだ昔は仕事のことしか考えてないみたいだったのにそれ見てたら幸せってどういうことを言うのかなって最近よく考えるんだおお哲学的だねあまり考えたことないけど僕ならやっぱり社会的な地位やお金かなああ私は仕事でも趣味でも 自分の情熱を傾けられる何かがあるってことが幸せだと思うんだよねおおだけど日々時間に追われてるとそれが何かってことも考えずに過ごしちゃうよね考える時間が持てることも幸せなことなんじゃないそれは私には幸せっていうより幸せになるのに必要なものかななるほどね幸せそのものと 幸せになるのに必要な条件を分けて考えるってことだね僕にとっては社会的な地位やお金は幸せそのものだな <laughs> 私にとってはお金はあくまで条件かな女の人は今の自分にとっては何が幸せだと言っていますか 7番ラジオでアナウンサーがある家具職人について話していますこの職人が今回賞を受賞した理由は何ですか 緑市在住の家具職人山田徹さんが今年度の市民賞を受賞しました山田さんは杉ヒノキなど地元の木材の良さを巧みに生かしつつ独創的なデザインにこだわった作品が海外でも人気を博している職人この度は制作の傍ら地元で後継者の育成に努めてきたことが認められての受賞です活動の場を海外へ移そうと考えている弟子もいるそうで山田さんは 彼らには日本の家具作りの技術を世界に広めていってほしいと熱く語っていましたこの職人が今回賞を受賞した理由は何ですかでは また続けます。問題3問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから、 質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます1番大学院の授業で先生が話しています今、 宇宙で科学の実験をする技術者を募集しています。採用されたら宇宙に滞在し実験などを担当する予定です。応募者は大学院を修了していて訓練に必要な科学知識と技術力があり他のメンバーとのコミュニケーション能力が高くチームとして仕事を行うために協調性と適応性が必要とのことです。 先生は何について話しましたか 1, ?1 実験の内容について 2, 2訓練の内容について3宇宙に滞在する機関について4応募者に求められる能力について 2>, 2番テレビでアナウンサーが話しています山川市は近年テレビアニメの舞台となったことで県外から訪れる人が増えています観光客のの数はこの1年で5倍にもなりました地域に大きな経済効果をもたらしましたが一方で週末は観光客で市内の路線バスは満員となり道路も渋滞という状況が長く続いています また中にはアニメのモデルとなった美しい川を訪れて遊泳禁止の場所で泳ぐ河原で花火やバーベキューをしてゴミを片付けずに帰るといいった人がいますこのような状況に対し市民から苦情の声が寄せられ市としても頭を抱えているということですアナウンサーは何について話していますか 1, 1観光客の増加で生じた問題 2, 2観光客を呼び込むための試み3観光客と市民の交流4観光客から寄せられた苦情 3番講演会で建築家が話しています昔は個人の家にも親戚や地域の集まりを行えるような広い部屋がよくありました玄関を入ってすぐの場所に客を通す部屋があることも一般的でしたその後生活様式や社会の変化に伴って新築の際にそのような部屋を設けることはかなり少なくなりました 最近は同じ家に住む家族の絆を大切にしたいと考える人が多くなり部屋と部屋の仕切りがない間取りにすることが増えていますお互いの時間を尊重しつつも家族の気配を感じながら過ごせるような住宅が多くなっています建築家は何について話していますか 地域による住宅の違い 2, 2客を迎える部屋の作り3人々が家で過ごす時間の増加4家の間取りの変化 4番テレビで男の人が話しています「雪やコンコ犬は喜び庭駆け回る猫はこたつで丸くなる」と歌にも歌われていますが犬はどううしししてて雪が降るると大喜びして駆け回るんでしょう実は犬は雪だけじゃなくて家にお客さんが来てもはしゃぎますし長く雨の日が続いて ようやく晴れた日にも大はししゃぎしますつまり環境が変わった時や何か新しい出来事が起きた時気分が高揚するのです犬は私たちから見てちょっとしたことにもオーバーに反応するといえるでしょう男の人は主に何について話しましたか 1> 1 犬と猫の歌。二。犬の行動。三。犬と人の関係。四。犬と天気の関係。五番。テレビで。 女のアナウンサーと映画監督が話しています今回の映画を拝見して感じたことなんですが映画の中で使われている日常の生活音がとても印象的でしたはいその点は全体を通してこだわったところです僕もこの映画の主人公のように18の時に田舎から東京に出てきたんですけど初めて家族から離れて周りに誰も喋る人がいない寂しさに襲われたんです そんな時近所の人たちの笑い声や子供の遊んでいる声とかにすごく癒されたんですよ都会で一人暮らしをしているとどうしても孤独になりがちですよねそうなんですそういう時に聞こえてくる人の血が通った音っていうのは聞く側を癒してくれる力があると思うんです一方で現実では隣の家の騒音がトラブルになることもありますよねええ 自分の気持ちが落ち込んでる時は隣から聞こえてくる掃除機の音とかうるさいなと思うこともありますだから意図的にそういうシーンも入れましたそれもまたリアルで生きている人間がうまく表現されているところですねそう評価していただいてありがたいです生活音なんて些細なものだけどそれによって人と人がつながっているんですよねまあこの映画を見終わった後 音の先に誰かが生きているんだなと、なんとなく感じてもらえたらそれで満足です。映画監督は何について話していますか一、<S 1> 1 <S 映画の効果音の作り方二、2 2> 映画作りでこだわったところ 登場人物の人間関係4映画のあらすじ6番会社の会議で社長が社員に話しています今日は 全国の支店長の皆さんに集まっていただきました。えー、最近の経済不況の中、我が社は安定した売り上げを維持していて、商品開発に力を注いできた成果が出ていると言えます。しかしながら、少子高齢化が進んでいる現状では、今後、国内市場が縮小することは回避しがたいと考えられます。実際、 本年度の売り上げが予想したほどには伸びなかったことにその兆しが現れたと言えます。さらなる成長には市場の開拓が急務であると考え、海外展開を行うことにしました。そのための新しいチームも発足させます。それについてはこの後説明があります。各視点の人員体制にも関わりますので、よろしくお願いします。 社長は何についいてて話していますか 1, 1経営が悪化した原因 <S 2, 2 <S 国内向けの商品の開発3今年の売上の予想4今後の事業展開の方針 問題,4問題4では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます 1>, 1番港劇団の公演今日なんだ。本当に待ち遠しかったよ。1, 1期待してなかったんだね。2, 2へえ、そんなに好きなんだ。3もう少し待てばよかったのに。 2番、君の報告書、新入社員でもあるまいし何なんだ ?1、お褒めいただきまして。2>, 2、すぐに作成し直します。3、3> 努力した甲斐がありました。 3番、聞いた水泳の伊藤選手明日の世界大会を最後に引退だって 1> 1え明日で終わりずっと応援してたのにもう引退しちゃったの残念やっぱり続けることに決めたんだね。 4番営業部の田中さんと加藤さんが結婚するなんて思いもしなかったよ。予想通りだったったてことへ 2> 2、えー、結婚はやめたんだね。私もまさかって思ったよ。 5番、この作品、君ならではのデザインになってるね。1、1> それは困りましたね。2>, 2、それは嬉しいですね。3、それは羨ましいですね。 6番今回のあなたの行動はチームのキャプテンとしてあるまじき行いですよ1遠慮させていただきます 2, 2お役に立てましたか 3, 3すみません反省しています 7番ボーリング大会あんなスコーで恥かくんだったら僕出なきゃよかったよ。1> 1やるだけやってみれば本当に出なくてよかったねまあそんなこと言わないで。 8番お父さん買い物に行ったっきりなのよ 1> 1えっまだ出かけてないのえっまだ帰ってきてないのえっもう戻ってきたの ?9 番。 村田さん、報告書の提出、いつまでかかってるの遅いにも程がありますよ。1、申し訳ありません。できるだけ早く出します。2>, 2、遅くならずに済みそうです。3、3> ありがとうございます。助かります。 10番。あの今もらったレシートを見たんですがサラダ2つも頼んだ覚えないんですけど 1> 1 2> あ2つではありませんでしたか確認いたします 2, 2追加で注文なさったということでしょうか3サラダの数足りなかったでしょうか11番 森さん森さんが担当したイベント無事に終わって何よりだったね何事もなくてホッとしたよ 2> 2えっに何をすればよかったの 3, ?3 無事に終わるといいんだけど。 12番。うーん、これが原因じゃないんじゃないですか。1>, 1。ええ、私もこれが原因だと思います。2。2> ええ、原因はないと思います。3。ええ、他の原因が考えられると思います。 13番ごめん待った駅で足止め食っちゃってえっ電車動いてなかったの ?2, 2足大丈夫痛かったでしょう3ちゃんと時間調べていかなくちゃ。 問題5問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。問題用紙にメモを取っても構いません。1>, 1番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から 最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます会社社で上司と社員二人が話しています今度社員の健康のために会社として対策を立てることになってね来週の会議に案を一つ持っていかないといけないんだけど 何かいいアイデアあるかなそうですねパソコンの前に座りっぱなしって人が多いのでエレベーターを使用しないとか決めるのはどうでしょうか階段を使うってことだねうーん私は普段野菜不足になりがちなんですうちの社員食堂栄養バランスがいいから夕食も会社で食べられるといいなと前から思っていて社員食堂の営業時間を延長するのはどうでしょうかああ 夜8時頃までいいている会社もあ,るらしい、ね、あとこの前ニュースで見たんですけど最近は朝パンやおにぎりをオフィスに置いている会社も増えてるみたいなのでそういうのを取り入れるのもいいと思いますが朝何も食べないで来る人もいるでしょうしうーんパンやおにぎりで野菜不足が解消されるかなそれにうちの会社は勤務時間が社員の自由裁量になってるけど早く来る人より 遅いい時間にずらしてる人の方が多いね。夜の方が利用したい人が多いかもねあの会社でウォーキング大会を開催するっていうのはどうでしょうかやっぱり体を動かすすことも大切ですよ。イベントの開催で健康に対する意識も高まると思います確かにねまあそういうイベントってどうしても休日になっちゃうからちょっとねうーん。 いいろいろ意見を出しててくれてありがとう階段を使うのも運動になって良さそうだけど強制はできないからねさっきのニーズが高そうで効果もありそうな案を会議で提案してみるよ上司は来週の会議でどんな提案をすることにしましたか エレベータータの使用を制限すること。2, 2食堂の営業時間を延長すること3オフィスで朝食を提供すること4ウォーキング大会を開催すること 2番、まず話を聞いてくださいそれから2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めますテレビである市の市長が話しています 我が青葉市の市営地下鉄は最近旅行者の利用が増えております。より快適に利用していただけるよう、地下鉄の駅に関して4つの改良計画案を検討中です。案1は出入り口や駅構内の案内表示をわかりやすくすることです。表示が小さくて目立たない、矢印の向きがわかりにくいといった点を改善します。案二はバリアフリーの拡充で、 まずは全駅でエレベーターの設置を検討中です。続いて案3はトイレの整備です。利用しやすい場所に新たに設置することを検討しています。最後に案4は主要駅の案内所の充実です。地下鉄の乗り換え案内だけでなく、地域の観光情報なども提供できるよう準備を進めているところです。確かに、 最近駅でよく旅行者を見かけるようになったよね。うん。私も最近よく大きいスーツケースを持った人に乗り方とか聞かれる。案内所って大きい駅にしかないからね。うん。地下鉄の駅って外の様子が見えないし、案内表示に頼る部分が大きいよね。わかりにくくて困ること僕も結構あるよ。まずはそれを改善してくれたら旅行者だけじゃなくてみんな助かると思う。そうだね。 私は出張の時とかスーツケース持って移動することあるけど最寄り駅にエレベーターがなくて大変なんだよねだからそっちの案を早く進めてほしいと思うトイレはまあ数を増やすことも大事だけど気持ちよく使えるように清潔にしておいてほしいよねそうだね質問1。 男の人は、どの案を優先してほしいと言っていますか。質問2女の人は、どの案を優先してほしいと言っていますか。